ああいう状況で、まあ住宅の草とかこうガソリンを使って刈るのはどうかと思いますね。結局エネルギーの残存量問題の方が、重要ですので、まあいつにか草刈りが始まっていて、まあその草の行き先が牛さんの餌になってるのかなどうかなっていうところですね。まあ本日は、2023年9月の19日見ますかね、まあ朝の10時過ぎなんですけども、僕の提案しているホームページ淡井圭介の利益 の、 バイオエタノール促進法 YouTube 一覧表のバイオエタノール促進法のと促進方法のところを見てもらったら分かるかと思うんですけども、多分僕の言ってる内容の方は良いと思いますよ。ガソリンを一切使わずに、まあ、草を回収して、まあ、バイオエタノールを生産すると、まあ、こういうことになりますので、